あるからして、明日は焼き谷に行って粘土でみんなの宝物を作ってもらう。焼き谷はケイビーのお父さんがいろんなものを作っているところじゃ。ケイビーの家もお父さんのお手製じゃな。あ、これ、明日は各自焼き谷に集合。みんな作るものを考えておくように。はーい。何作ろうかな。宝物といえば、アンからもらった角笛くらいか。そんなの作ってもな。ピペは何作るの。まだ無理か。完成したらこの釜で一晩焼いて出来上がりだ。ケイビーのお父さんが明日の朝までに焼いておいてくれるから、今日はできたものから帰っていいぞ。はーい。あれ、ケイビー、いつもの家は。昨日の帰り道割れちゃったから捨てちゃった。今度はみんなと同じような普通の家を買ってもらうんだ。あの家かっこよかったのに。できた。今度はこんな家がいいや。僕もできた。あれ？僕が最後？あとは明日のお楽しみ。おーい、ピペ、帰るよ。これはケイビーの家だ。割れたって言ってたのに。あれ、おじさん、ケイビーは今釜番をやっとるよ。これ落ちてたよ。見つけちゃったのか。ケイビーのやつがっかりするぞ。え、なんで。あいつこの家が嫌だから俺に嘘までついて新しい家をねだったのさ。そうだったの。この家はケイビーに何かあっても大丈夫なように頑丈に作ったんだ。簡単に割れたりなんかしないさ。だからといってずっと俺の作った家じゃ嫌にもなるさ。だいたいみんな出たな。あと、これは？あ、僕の。宝物って言われてもこんなものしか思いつかなくてさ。次は、お、これは、それ、僕の宝物。世界に一つしかない素敵な家を作る人。うん、これ俺か。へったくそだな。あれ？もう一つあるぞ。なんだこりゃ。ジャム！え？焼谷に行って粘土でみんなの宝物を作ってもらう。焼谷はケイビーのお父さんがいろんなものを作っているところじゃ。ケイビーの家もお父さんのお手製じゃな。あ、これ、明日は各自焼谷に集合。みんな作るものを考えておくように。はーい。
何作ろうかな。宝物といえばアンからもらった角笛くらいか。そんなの作ってもな。ピペは何作るの。まだ無理か。完成したらこの釜で一晩焼いて出来上がりだ。ケイビーのお父さんが明日の朝までに焼いておいてくれるから、今日はできたものから帰っていいぞ。これ落ちてたよ。見つけちゃったのか。ケイビーのやつがっかりするぞ。え、なんで。あいつこの家が嫌だから俺に嘘までついて新しい家をねだったのさ。そうだったの。この家はケイビーに何かあっても大丈夫なように頑丈に作ったんだ。簡単に割れたりなんかしないさ。だからといってずっと俺の作った家じゃ嫌にもなるさ。だいたい、あれ、ケイビー、いつもの家は。昨日の帰り道割れちゃったから捨てちゃった。今度はみんなと同じような普通の家を買ってもらうんだ。ふん、あの家かっこよかったのに。できた。今度はこんな家がいいや。僕もできた。あれ？僕が最後？あとは明日のお楽しみ。おーい、ピペ、帰るよ。あ、ケイビーの家だ。割れたって言ってたのに。あれ、おじさん、ケイビーは今釜番をやっとるよ。